とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最弱の防具は何だと思いますか?という質問が来てますね。ということで、今日は最弱防具ランキングやっていきたいと思います。ちょっと前に最弱の武器ランキングやりました。そこでね、実はこの武器強かったっていうのが分かっちゃったりしたんですよ。なので、今回の防具ランキングでも、これは実は強いっていうのがあれば、ぜひ教えてください。それでは、早速行ってみましょう。最弱防具ランキング。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最弱防具ランキング第5位です。第5位はトルバドゥールですね。聖のステータス効果プラス 30% があって、パワーポーション影のブリューなんかが 30% 長く使えるっていうことはいいんですけども、攻撃性能も軽減性能もついてません。なのでちょっとね、不安なところが多いんですよね。この負のステータス効果マイナス 30% が使える場所っていうのがもっと出てくれば、ちょっと変わってくるんではないでしょうかね。今のところ俺はちょっと微妙かなと思ってます。歌を歌うところはなかなか好きなんだけどね。第5位はトルバドゥールですね。それでは最弱防具ランキング第4位です。第4位は旧兵のアーマーですね。矢を増やすときにはこれを装備しておくとちょっとお得になって使えるんですけども、軽減はついておりません。攻撃性能も遠距離のダメージ 30% これのみなんで、ちょっと微妙ですよね。遠距離系がすごく使えるようなやつが出てきてくれればもっと変わるんですけども、現状ちょっと微妙かなと思ってます。第4位は旧兵のアーマーです。それでは最弱防具ランキング第3位です。第3位はフロストバイトですね。これも旧兵トルバドゥールと同じく軽減がありません。雪玉ついてますけども1なんですよ。1の雪玉はちょっと微妙ですね。で、魂の回収もついてて、流れ込む魂をつけると回復がはかどるにははかどるんだけども、やっぱり遠距離武器のダメージ 30% これが微妙なんだよな。まあ旧兵と同じく強い弓、まあ例えて言えば一発300万ぐらい与えるのを連射ができるようなやつができれば強いんだけども、今のところ弓がそんなに強くないのでちょっと微妙なんですよね。第3位フロストバイトですね。続きまして、最弱防具ランキング第2位です。第2位は、金メッキの栄光ですね。ちょっと後の方に出てきた防具なんですけども、これはちょっと微妙かなと思ってます。能力で、デスバーターと、あと探索でエメラルドをスポーンさせるっていうエンチャントがついてるんですけども、これが微妙なんだよね。意外とマッチしそうな感じはするんですよ。マッチしそうな感じはするんだけども、スポーンさせるエメラルドが少なすぎる。そしてデスバーターも1だから150個必要なんですよ。150個ってなるとちょっと使いにくいんだよね。で、もちろん軽減もついてません。ただ、近接攻撃の速度アップ、これだけは嬉しいんだけども、実際使うかっていうと、ちょっと微妙かな。使ったことはほぼほぼありませんね。第2位は金メッキの栄光です。それではここで番外編です。コメントでたまに来るんですけども、軽減率がちょっと分かりにくいですっていう質問ですね。今日は軽減率を、言っていきたいと思います。まずガードストライクですね。これは書いてあります。ダメージを 50% 軽減してくれます。最大で4秒間ですね。 50% 半分だからなかなかでかいですよね。そしてポーションバリア、ポーションバリアが軽減率が一番大きいです。9秒間 90% のダメージを軽減してくれます。高難易度ではかなり活躍してくれますね。そして
アイアンハンドアミュレット。これは軽減率が書いてありませんけども、50% です。50% ダメージを軽減してくれます。254になりますと、21秒間。かなり長いですよね。50% 半分軽減してくれます。そして、幽霊マント。霊体になるっていうスキルですね。これ防具にもついてるやつがあるんですけども、これも 50% です。霊体化してる間は 50% ダメージを軽減してくれます。なかなかでかいですね。そして、これでも軽減があります。弱体化ですね。自分の防御力が上がるんではなくって、敵の攻撃力が 40% ダウンしますので、これも軽減につながってます。そして弱体化のドラですね。これも書いてありませんけども、エンチャントの弱体化と同じく 40% ダメージを軽減してくれます。まあ、軽減はこんな感じですかね。それでは第1位に行きましょう。最弱防具ランキング第1位は、黒狼の鎧ですね。この防具も軽減がついてません。今回すべてに言えるんだけども、軽減がないんですよ。俺はね、軽減なしがあんまり好きじゃないみたいですね。しかしこれは攻撃性能はついてます。武器ダメージが 20% 上昇するオーラ、近接も弓も 20% 攻撃力が上がります。でもそれだけなんですよ。微妙。アクロバットもついてるけども、能力が1だから、あんまりついてるともついてなくても一緒かなっていう風に思ってます。そして、ポーション。これがね、いろんなやつについてるじゃないですか。回復ポーションが近くの仲間にも伝わるっていうやつ。他のやつでもついてることがあるんだけども、マルチプレイとかでやった時に、この恩恵を受けたことが、ほぼほぼないので、これ使えるのかなっていうふうに思います。まあ、全員が無限ポーションバリア編成とかで行くと、まあ回復はすごくするのかもしれないんだけど、今のところあんまり、必要性は感じないですね。まあただ、この黒狼、そして狐の方、見た目は好きなのよ。見た目はすごい好き。なので、なんかね、違う能力。もうアクロバットいらない。アクロバットいらないから、なんか狼を召喚するとか、そういうやつにしてくれれば、もっと良かったかな。はい。第1位は、黒狼の鎧ですね。はい。ということで、今日は最弱防具ランキングでした。いかがだったでしょうかね。もしもね、このランキングの中に、それちょっと間違ってるよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。